こんまち、元人間転生したらカラス天狗だった、うんから始まるサイカー VTuber のまちぽんちょです。私、まちなんですけれども、巷ではヤニカスで通っておりまして、初めてベイプデビューしたので、まあベイプのお話をね、皆さんにできたらいいなと思って動画の方作らせていただきました。まず、ベイプとは何ぞやと思う方いるかもしれません。ベイプは電子タバコの一種で、リキッドを使うタイプの電子タバコでございます。他にも加熱式、グローとかアイプスとかも電子タバコと言います。皆さんの中にもいるのではないでしょうか。ベイプ買ってみたらいいものの使い方がわからない、そんな方いらっしゃると思います。うまちんはじめリキッドすら開かなくて。あれ、知らないと開かないよね。マチが使っているリキッドはこちらなんですけれども、こちらのリキッドは左右からギュッとつまんで、ギュッと押しつまんで回すタイプのリキッドを使っております。他にも、なんか下に押し込みながら回すタイプのリキッドもあります。チャイルドロックがかかっていて蓋が開きづらいと思うのですが、まあ、いろんなやり方挑戦してみたりしてください。その次にリキッドってどれぐらい入れたらいいの?と思う方いると思います。マジ全然わかんなくて、まあ、浸ればいいのか、この下の部分にって思って、全然入れてなかったんですよね。そしたらまあ、焼けちゃって、あまりよろしくなかったみたいで、今は半分か半分より上ぐらいまで入れております。だから皆さん、勇気を持って入れてみてください。皆さんが使っているベイプ、いろんな種類があると思うんですけど、ワット数が変えられるものだったら、ワット数を増やせば増やすほど、熱が高くなって煙がたくさん出ます。でも、まあ、焼きやすいっていうのがあって、マチが今使っているこちらなんですけど、こちらはいつも18ぐらいかなで、吸っております。18ワットで。こんな感じに、もくもくっていっぱいもくもくします。てな感じで今回の動画ここまでになります。まね、めちゃめちゃ短くて淡々としてしまったんですけれども、次からは買ったね、リキッドがたくさんのフレーバーが入っていたので、それのレビューをさせていただきたいなと思っております。よかったら皆さん見てください。そしておすすめのリキッドなどあったら、お待ちにコメントで教えてください。では、バイバーイ。